スペシャライズドはアメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く総合サイクリングブランドである。イノベートアダ題をシャゼにロードバイク、マウンテンバイクの自転車フレームのみならずウェア、ヘルメットなども開発。総合的なサイクリングの楽しさを感じてもらうため積極的に新しい技術を採用し、その製品は競技レベルを問わず多くのサイクリストに使用されている。 1974年、マイク・シンヤードにより設立。大学卒業後にも自転車に関わる仕事がしたいそう、思っていた創業社長マイク・シンヤードは、当時乗っていたフォルクスワーゲンバスを1500ドルで売却。それを資金に、サイクリング文化発祥の地であるヨーロッパ縦断旅行に出発した。そこで、偶然チネリの創始者、チーノチネリと会うチャンスを得て、 アメリカへの輸入権を獲得。創業当時は自宅だったトレーラーハウスを倉庫に利用し、自転車の荷台にパーツを積み込み、バイクショップに納品する日々を送っていたという。1976年には、ブランドオリジナルのパーツ開発にも着手。手始めとして作られたツーリング用タイヤは、日本の三つ星ベルトが製作したと言われている。その3年後には、 現在もラインナップにその名前が残っているロードバイクアレイを発売。このフレームにも日本製のものが使用された。1981年、世界初の量産型マウンテンバイク、スタンプジャンパーをリリースする。このモデルは大ヒットとなり、新しい自転車の文化とライフスタイルを切り開いた功績により、ワシントン DC のスミソニアン協会の 永久所蔵品にも加えられることになった。当時のスタンプジャンパーは日本の新規工業による OEM 生産で、その後も日本メーカーによる高品質なスチールフレームは高い人気を博した。1995年、スペシャライズドは規模拡大を目指してレンカ版ブランドフルフォースを発表。フルフォースはスポーツ量販店やディスカウントストアなど向けに作られたレンカ版の マウンテンバイクであったが、メインの取引先であった自転車専門店の怒りを買い、翌1996年にこれを撤回した。この一連の混乱により30%もの売り上げを失い破産寸前に追い込まれることになった。2001年、財務危機の打開のため、当時フレームの生産を委託していた台湾のメディダインダストリーに株式の49%を3100万ベイドルで、 上としかし、マイクシンヤードが引き続きヒット株主及び CEO として会社に残り、独自経営は保たれた。以降もメリダとの関係は続いており、スペシャライズドのサプライヤーとして各種製品の製造を担っている。2013年3月、カナダに開店したばかりのカフェルーベバイシクルスタジオという小さな自転車店を相手取り、商標侵害で提訴。 ショップ名のルーベがスペシャライズド社が使用権を得ている商標イコールルーベを侵害していると主張した。そもそもルーベは著名な自転車レースが行われる地名の一つであり、また同自転車店が退役軍人のセカンドライフとして始めた店ということもあり、ソーシャルメディアをはじめユーザーの非難が殺到することとなった。2000年初めてツールドフランスに出場。 ホセバ・ベロキがエースを務めていたフェスティナチームをサポートし、ベロキは総合3位、チームは総合2位と活躍。近年では過去に2年連続世界王者となったパオロ・ベッティーニやベルギーの英雄トム・ボーネンが所属していることでも知られるクイックステップサイクリングチームなどに機材を供給。また2009年にはチームサクソバンク、2010年にはアルベルト・コンタドールと 個人契約を結び、これに合わせて、コンタドールが所属するアスタナにも、機材供給を行った。2019年現在、UCI ワールドチームでは、ドゥクーニンククイックステップと、ボーラハンスグローへの2チームに、機材供給を行っている。国内では2012年、日本を代表する、ロードレースチームである、アイゾー工業、レーシングチームにサポートを開始した。 2012年のロンドンオリンピック個人ロードレースではアレクサンドルビノクロフがゴール直前で集団を飛び出し金メダルを獲得した。腰痛に悩まされていたマイクシンヤードがサイクリストの体に精通しているアンディブルイット医師に見てもらったことから始まったポジション強制プログラム。正式名称はボディジョマトリ FIT インテグレーションテクノロジー。 この医学的検知に基づくプログラムは、ライダーそれぞれの体の柔軟性、筋肉の状態、乗り方などから、ベストなフィッティングを割り出すもの。インタビューやローラー台でのチェックなど、約2時間で、各ライダーにフィットするポジションを提供してくれる。2012年シーズンからスペシャライズドのサポート、受けている愛産工業レーシングチームもこのプログラムを、受け、ポジションの最適化を行っている。 エンズロロードバイク、マウンテンバイクはもちろん、ヘルメット、シューズ、グローブなどの開発にも力を注いでいる。また女性用のラインナップも、多数ううあり、単に男性用、をサイズダウンしたものではなく、実際に女性ライダーからのフィードバックを受けた上でデザインされている。フレームやシューズ、ヘルメットなどの一部商品のプロフェッショナル向け、ハイエンドモデルには、 商品名の前にプロモデルであることを示す S ワークスの冠がつく。レースシーンでトレンドとなりつつあったエアロ形状のロードバイクにもいち早く着手。ベンチは、イ一の名門チーム、マクラーレンと共同開発して生み出された。このモデルは2011年のツールドフランスに実戦投入され、マークカベンディッシュに5度のステージ優勝をもたらした。 さらにカベンディッシュはその時の世界選手権でも優勝を飾り、ベンチが持つスプリント能力を証明することになった。バイクの自由な開発において障害になることもある UCI の規定。その規定が及ばないトライアスロン専用として2012年に生み出されたのが支部である。欧風に対応する浴場のチューブデザイン、ハイドレーションバッグを内蔵したダウンチューブなど、 画期的な機能を有しながら、スペシャライズドが作った中で、最も空力特性が高いバイクとなっている。ライ話成功が、1990年から続いてきた、スペシャライズドとの日本総代理店契約の終了を表明し、2007年4月30日に契約を終了した。5月以降は新たに設立された、スペシャライズドジャパンが同ブランドの販売を開始。 同時にコンセプトストア神宮前もオープンさせている。その後、数々のユーザーイベントのサポートを経て、2012年7月、初の主催イベント、スペシャライズドデイズを開催した。ありがとうございます。